黒島秀三郎は、多くの会社の社長、会長を務めた、財界人、作家。京都府生まれ、鉱山技師で工学博士でもある。日本科学技術連盟第五代理事長。ボーイスカウト日本連盟第五代総長。旧姓は中野秀三郎。実刑は中野中八。岐阜は黒島武彦。第三高等学校。 九州帝国大学校科大学最高学科を卒業。1914年12月より1916年6月まで兵役を務めた後、1916年9月より1920年7月まで農商務省鉱山局札幌公務所に勤務。1916年、京都少年義勇軍の少年たちと共に、日本のボーイスカウトによる初夜絵が、 琵和湖反応を待つ先を実施。1920年から1937年まで満州に滞在し、多数の会社の役員を歴任。1924年に行われた第2回、世界ジャンボリーからの帰国の船内で、来島竹彦と中野中八が、中野の弟、秀三郎とろうと島の一人娘を、しゅわせ、秀三郎を、 苦島家の養子とする演談を決めたと伝えられている。1937年から1963年まで昭和工業株式会社の社長。1946年、同和工業株式会社の取締役社長となる。1950年、ボーイスカウト、日本連盟理事に就任。1953年日本科学技術、連盟理事長に就任。 1954年、ボーイスカウト日本連盟理事長に就任。1956年、日本国有鉄道理事産業計画会議員就任。1966年、ボーイスカウト日本連盟の第5代総長に就任。1971年に、静岡県朝霧高原で行われた第13回世界ジャンボリーの後、ボーイスカウト、 日本連盟の正式英語名をボーイスカウトオブジャパンからボーイスカウトオブ日本とすべきだと主張し、議論の末にこれが定着した。また、神奈川県横浜市の子供の国に無名のスカウト戦士のトーテムボール、彫像を建てる活動を推進した。ありがとうございます。